ってきました。実に楽しみです。 WEW ハードコア選手権試合、今日はこの FMW マットで挑戦者という立場でこの金村金太郎はリングにのばらっとしているわけであります。しかし踊りはいつもの通り面白い。いいでしょうこの踊りね。頼むよ。ぜひ今度一緒に踊っていただきたいものですけれども、かわいい、かわいいでしょ。こんなかわいいなんて言っちゃダメですよ。この後試合がすごいですから、ね、今日はね、今日は本当に死亡する可能性もあるぐらい、いや本当にそうです。毎回5メーターぐらいのとこからね降ってきて、まあここはね国立第二病院がすぐそばだから、はい、もう国立第二は救急病院だからね、生死のギリギリのところを常にちゃんと川をね常にこうギリギリのところを渡ってる人間ですからね、何があるか分かりません。ただ今日は本当によっぽどのことだったら、これ国立第二はいいお医者さんばっかりだからいい、はい、ね、もう即ね集中治療室に、まあそれにしても相手も相手ですから、今日はハードコア選手権何が起こるか分かりません。さあリング中央に王立ち、もう一踊り気持ちよく踊っていただきましょう。もうね、あの金村選手こうやって笑顔今笑顔じゃないですね。でもやっぱりね、かなり金村自身も気合入ってますよ。大日本との間の構想はどんどん激化してね、今この段階なんですよ、はい、いや今日シリアスバージョンですよ金村。自分の作ったベルトがそこに今持ってかれちゃってるんですよ。あ、しかもね2度防衛されてますから2連敗中なんですよ今。さあ新世紀デスマッチ、今やこの WEW ハードコア選手権のベルトもちょっと悔しいが似合ってきた男、山川隆二の入場であります。先日の 4.24 後楽園ホール大日本の大会では、実にこの金村との死闘で椅子を8つもぶっ壊したという恐ろしい試合のあとのリターンマッチということでね、杉田さん、はい、この試合も何が壊れるか分かりませんよ本当に。さあ伊達男入場だ、山川隆二乗りに乗っている男であります。これは新世紀デスマッチの真髄見せるか。ハードコアマッチですんでね、はい、会場どこに来るか分かんないんですよ。だからもしもの時にはポムがちゃんと小宮山さんカードして裏へ逃げましょう、ね、裏行かんでもいいです。いやいや表にいたら危ないから、はい、ね、でもマジお願いします。この辺も来る可能性大いにあり、またそういうこと言うと本当来ちゃうんだから言わないでくださいよもう。いやいや、あのねどっから降ってくるか分かんないですよ、あの金村選手ってのは、上からおるどっから飛んでくるか分かんないですよマジで。何壊すか分かんないですよ。だからあの辺のね今ね、壁ありますけどね、はい、なんか脆そうだからあの辺危ないで。いやでも本当気をつけてくださいごめんなさいね、はい、さあ戦々恐々としてまいりました。またしてもこの小技が戦果と化すんでしょうか。今日はねこの駒沢公園のね周りは本当あのうららかな日和の中でね、実に平和な空気漂ってたんですが、いきなりこの中だけは戦場であります。すごいトップロープ越えトペコンビル、ベルトつけてトペコンやった人は結構珍しいですよ、まずは先制攻撃を受けました金村金太郎。しかしね金村これ3連敗同じ相手ってのはね、これは金村のねおおプライドは許しませんよ。ただ逆に言うとね、山川が今日勝てばもう金村とやる義務はないね。そうですね、確かにもう2度あることは3度あるなのか、それとも3度目の正直なのか、まあとにかくいずれにしてもこれはいずれにしてもこれは決着戦だということですけれども、いきなりハードコア金村も表情違いますよいつもと。全く違いますね、シリアスです。あの普通入場の時はね必ずこうにっこりしてねエンターテインメント路線を突き走る金村ですけれどもね、うわ、いや今日はシリアス、あーテーブル持ってね、ってねどこに行くんですか。いやわかりません、机持ってね今どこ行くのこれ。外かな、あーそこ、あー今日はあそこかな。うっそ、何するんですか、何するんだろう、わかんない。さあただ山川を思い出しますよね、前ね札幌を思い出しますよ、ね、札幌の会場ではね2階席から落ちたんですよ、2階から人落としたんですよ、2階席から人をこうやってボディースラムで落としちゃった、ね、大丈夫なんですか。大
丈夫じゃないですよ。だから本当ね、これの今ここから見える天井のちょっと下ぐらいのところから人落としたら怪我しちゃうじゃないですか。怪我しました。生きてるもんだっていう感じです、はい、いやそれに生きてるねレスラーやっぱすごいんです。それでも耐えられる強靭な体を作ってるんですよレスラーっていうのね。ちょっとすごい。何す、ちょっと待って、どこの持ってんだよこれ。金村そんなところまで行って危ない危ない。いきなり、会場がまたしても戦慄の嵐。おお、これを返す山川恐るべし。いやこれなんかね、杉崎さん、まだ単なる序章に過ぎないような気がしまして、しますよ。ちょっとこれ裏のね、これあの控え室の方に行っちゃいましたよ。あれこれカメラ行けないんじゃないかな、これ以上。ああ、こんなところで、ああ、いやこれあの変電機のあるとこだけは入っちゃいけませんよ。あ、11月にはねこれでそのままちょっと行っちゃってね、駐車場の車壊しちゃったんですよ。試合中にですか。そうですよ、ボンネットボコボコですよ。いいんですか。よくないです。いや、よくないです、はい、さあこの辺ね、これどものも危ないね。ちょっともういろんなものあり、これ先ほどケーブルついてるんですか。随分 ね、ついてますね。ちょっとちょっと何、やめてくれよ。新世紀デスマッチ、なんとこんなところにも、うわー、ついに FMW のマットにこの蛍光灯が持ち込まれる。いや、来るというのは、うわー、嘘だろ。おい、ちょっと会場の人止めた方がいいよ。これ係員呼んだ方がいいんじゃないですか。レフリーも止めれないよね。ちょっとね、会場の人、山川はね、今日これでもう本当に最後にしようってことでしょう。ね、見てこの山川の背中、これ蛍光灯が刺さった後なの。うわー、これは恐ろしい。ちょっと何何、危ない危ない、やめてやめて、おー、危ない、危ないよ。あー、割れた。危ない、危なすぎますよこれ。ちょっとこの上で何するんだろう。うわうー、今ね会場の皆さんはね、あのモニターでしか確認できませんので。音は出てるんですか。音ももちろん出てますよ。悲鳴がこだまする。小宮山さん大丈夫ですか。悲鳴がこだまする。うーわー、これね、こんな変なアクションドラマとか映画見るよりももうそんなもんじゃ済まないでしょ。大丈夫ですか。まあ、これ心臓の弱い人はこれ本当見れないですよ。今やっと戻ってきました。金村選手ダメージ気になりますね。金村今ね、うずくまってましたんでね。相手の得意な攻撃やられてね。金村選手これは、あ、今リッキーが、行け、おー、リッキーが、リッキーなんと、リッキーさんやりますね。高アシスト。すごい。セーブを保険させてね。MWの液晶に行けって言いましたよ。うわ、すごい血圧、ものすごい流血。今廊下でファンの方の声が届いているかな。山川が今テーブル持ってるよ。ちょっと恐ろしいことになってきた。いやね、私もこれちょっと覚悟はしてたんですけどもね、まさか蛍光灯まで出るとはね思いませんでしたけども。どこに来てんのこれ。これどこうわー、やめてよもう。放送席の真ん前、ちょっと怖い杉田さん、逃げる準備、杉田さん、ちょっと待って。うわ、来たちょっと小宮さん、逃げといた方がいい。危ない、危ない、おい、2人で俺を置いてくれよ。私は放送人としての使命が残っている。私一人でここもう決死の実況をしていこうと思います。うわー、恐ろしいこと、本当に逃げちゃいました、あの2人。あー、まだ来てませんよ。まだこの放送席には来ていません。さあ今机が、ひどい男です、あまりにもひどい男です。人でなしとはまさにこのことでしょう。私一人で放送人としてのプライドは守り通したいと思うわけであります。ああ、徐々に近づいてくる、ひたひたと足音が聞こえるわけであります。うわー、恐ろしいことになってきた。
これね危ないですね、あの技術の方もちょっと逃げた方がいい、危ない状況、仕事止めろ、ちょっと待ってください、私はここは逃げるわけにはいかない状況でありますが、なんとかこの病院を全国の皆さんにお伝えしようと決死の思いでやっているわけでありますが、なんと何をしようとするんでしょうか。さあ、いやあっと、なんと、え、ちょっと待って、ちょっと待って、今金村、鮮血に血にまみれた金村も今ここにまさに放送席前が戦火とかしている、戦場とかしている、机が今2つ私の目の前に並べられたわけであります。ちょっとこれ何する、何するのかな、恐ろしい、ちょっとやめて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 、ちょっと待ってください、私の目の前にまさに死にたいとなった金村ゲイロの真っ赤のが顔面、真っ赤の金村幸宏の顔面が、ちょっと待って、私が今、ちょっと待って、粉塵が今私の前に、キノコラの粉塵が私の喉を直撃している、恐ろしいや、なんということか、ちょっとこれお客さんも大丈夫だったかな、いや杉作 J 太郎はいずこへ行ってしまったんでしょうか、育児なし人手なし杉作 J 太郎、育児なしに人手なしも加わって人間失格の杉作 J 太郎が今、やっとニコニコしながら戻ってくる、何をニコニコしながら、もう嫌じゃないですよ、本当にですね、すごかったじゃないでしょう、もう小宮山さんを安全圏内に誘導したんです、誘導したら戻ってきてくれればいいじゃない、だって今ようやくですもんね、人手なし、びっくりしました、すごかったって見てたんでしょ、どっかで見てましたよ、上で、もう私真下にいたんですから大丈夫じゃないですよ、いや怖かった、もうまあ杉作さんの本性が分かったということで、金村すごい、うわでもね、金村頑張れ、金村やられっぱなしなんですよ、金村よし、ジャーマン、おロコモーションジャーマン3連発投げっぱなし、金村、すごい、さあしかしトラースキックで、トラースキックでなんとか山川難を逃れていくが、おお、ありがとう、いやちょっと杉谷さん私もね、まあ斎藤さんもね、あの前々回、心臓に悪い、まあこの方はね遅刻してくるような人ですからね、僕みたいにちゃんと早めに来てこう危険になった時にはこうね、ちゃんと女性を、まあ育児なしで人手なしでね、臆病者の人に僕は別に何を言われてもいいんですけれども、まあ口が悪いでしょ、もうこれね、大体危機に直面した時に人間の本性ってのはこう出るもんですけどもね、まあこんな人だった、あの一縷の望みはあったんですけれども、ありっぴきの魂もなかったということはよく分かりました、実況席も大変ですね、命がけですね、もちろんですよ、感じ悪いね、はい、すみませんね、お耳汚ししてしまって、そういうことはね、斉藤さん思ってても言わないもんですよ、いや私はもうこの際 ね、ちょっともうそれもう本当に私は電波を使わせてね、こう市場を語らせていただいて本当に恐縮ですけれども、まあ、杉作さんとはもうちょっとどうなんでしょうね、いいじゃないですか斉藤さん、ね、元気出して小宮山さん、そんなに喋ることないじゃないすごいでしょこの試合、本当にね、めちゃめちゃですね、ねこれだからね、会場のどこが放送は小宮山さんと2人で盛り上げていくことに私はしましたんでさあ今度は何やるんでしょう、何やるんでしょう、自分がちょっと優勢になったと思ったらもう恐ろしいですね、人間っていう、さあニュートラルコーナートップから、うわちょっとこれ何、うわ何するの、危ない危ない、バランス崩す、バランス崩す、
ですよ。金村もなん山川もなんかなだれ落ちですねこれね。なだれ山川立ち上がってる。ああなんともないの。ターミネーター状態山川。恐るべし男。いやハードコア新世紀っていうかね。ハードコアもなんか新しいまた時代に突入したようなねそんなシーンでしたね。どこまで行ってしまうんでしょうか。いや戦慄のシーンが先ほどから実にスペクタクルな展開になっている。ああすごい。いやすごい。ちょっと私も言葉を失うシーンが何となく出てまいりました。本来はねこういうスタイルっていうのはね金村選手が、まあ、元祖ってことないんですけど、いやでもね山川やっぱり親戚デスマッチを標榜してるだけあってね、ま、今山川ペースになっちゃってますね。全くこれねハードコア選手権また新しい時代に突入したっていうね。ただ僕はこんなイメージありますよ。金村ねこのままだとは思えませんけどね。いや金村も同じ相手に3連敗するような、ね、レスラーじゃないと思いますよ。何らかの賞賛はあると思うし、信じたいと思います。まだ目は死んでませんから。まだ目は死んでません。あれだけのね、あれだけのここでの机割りを受けてもまだあれだけあの闘志が残ってるわけですから。さあちょっとしかし両者かなりグロッキー。山川も疲れている。これえこれ何すんの。うわーもうやめてくれ。想像するだけで想像するだけで恐ろしい。想像するだけで恐ろしい。身の毛もよだつ身の毛もよだつ戦慄のシーンだ。お前たち信じこれ以上やったら死んじまうぞ。まだ跳ね返す。まだこれで試合続行ですからね。いやいくらハードコアねレスラーのプライドをかけて戦ってるっつってもね、なんかさっきまでのあの雰囲気でまた違うでしょう。全然違いますね。ここの団体はもうね何があるか分かんないですよね。いや本当に何があるか分かりません。ああ怖い。本当に怖い。何が起こるか分からない。今ねもう机を叩いた音が不気味にね会場響いたでしょう。もうあまりの旋律にね言葉失ってますよお客さんも。何そのまま危ない。フェースクラッシュ。これは危ない。金村返せ。返しますよね。それを返しますよね金村。いやーすごい。すごいですね。斉藤さん、斉藤さんの言う通りハードコア新世紀ですよこれ。杉崎さん、これねあの数々のデスマッチを私も見てきましたけど、逆さ抑え込みだ。おっと数々のこういうハードコアマッチね、あのマホーニーとの死闘なんかを見てきましたけれども、これどうでしょう。金村ベストマッチって言ってもいいぐらいのすごい試合ですね。ただやっぱ僕はその際ラストが金村の勝利であってもらいたいですけどね。確かに、なんとか頑張ってほしい金村。さあ赤コーナーに立てかけられた椅子、机の餌食になったらまたしても金村。おこれうまい。ああ机を制した者がこの試合制するという格好になるのか。まあまあそれにしても、ああそれにしてもまだこれどうでしょう。まだ山川の方がね、山川の方がまだスタミナ残してますよ。ああでもね、おお、なだれ式 DDT。 ちょっと今山川危ない打ち方しましたよ。首痛めたような落ち方。あこれはさすがに効いてるんじゃないですか。分かんない。だからこの人たちのタフぶりが分かんないから分かんないよね。いやでもね金村見て蘇っちゃったよ。おおサンダーファイヤー。おお割って返した山川。山川も敵ながらあっぱれ。大拍手今起こりましたよ FMW のファンからね。最初に FMW に来た時はねブーイングしかなかったわけですよ。何しに来たんだっていうのね、そんな空気だったんですけれども、今返した山川に拍手。あーやっと最後はサンダーファイヤーパワーボムで金村勝利。すごいし大拍手大拍手手拍子。いやーもう
でも最後はね、金村勝ちました。でも山川にもね、これ拍手を送りたい。もう敵ながらあっぱれ。いやさすがの金村もこれ踊れませんね、今日は。ベルト奪回は嬉しいですけど、なんか悔しい気持ちですね、これは。ああでも、いやいやね、もう超満員の今日ね、プラガットお客さん人が全員寒くなってます、今。緊張おめでとう。最近の俺はお前充実してたよ。金太郎、お前が俺の敵になってくれて俺は充実してた。でもお前、最近のお前どうしたんだよ。俺はお前ベルトの価値をお前上げてやったからな。と言ってもお前としか戦ってないけど、俺がお前の腰でこのベルトを巻いてやるわ。確かにベルトの価値は高まりましたね。ボケお前、負けねえじゃねえ俺。やっぱり、ね、あの二人にはね、あんな感動的なシーンもね、こう笑いを絡めながらね、いやーでもいい抱擁だな、これ男と男の何か戦った後のノーサイドのこの抱擁ってのは見ててすがすがしいものありますね。ありがとう。いい男だな山川な。ありがとう金太郎。いやーもう改めてね、山川に拍手ですよこれ本当に。素晴らしい。素晴らしい、男気感じますしね、今のもね。山川、大日本とやって俺は得るものが多かったです。いろんなことがクリアしたら近い将来でもいつでも立ってもええよ。必ずデスマッチやろう。山川本当にありがとう。見てみたいですね。ねえ、最近不甲斐ないですけども、昔思い出してウィングには戻りませんけども、あの時のテンション忘れずにやり直したいと思います。そんな、もしその時は H なんて許して邪道家の中が金村に連れてこい。それと最後に、今まで苦労かけっぱなしだった嫁さんが今日来てるんで、司法やったぞー、ロッキーだ、レジングスタート。いやーかっこいい、鳥肌立ちました今、ね、奥さんだったらもうね、もう泣いてリング走り、ね、上がっちゃうぐらい、駆け上がっちゃうぐらい。あ、本当だ、感動して鳥肌、泣いてます奥さん。え、ねえ、え、奥さんいらっしゃるの。金村がね、金村が泣いてますよ。今日の金村だってね、あの最後のマイクはいつも一発ギャグで笑かしてくれるんですよ。どんな満身創痍でも今日はね、もう本当に魂の叫びっていうかね、そういったものをマイクでぶつけたっていうか、本当に感動的なフィナーレですよね。いやーこれ金村すごいわ。まあ一戦決戦で臨んだ試合だったっていうのがよくわかりますよね。ねえ、奥さんの志保さんもね、本当にあの実況会場のどっかで涙してると思います。いい旦那持ったの。